遊んでプリキュア。今日はキュアマカロンのパズルで遊んじゃうよ。まずは簡単な方からチャレンジ。あ、スイーツがうまく焼けなくて失敗。パズルがバラバラになっちゃった。キュアマカロンを元に戻してあげようね。いろんなピースがあるよ。これはここかな。これはここ。そしてこれはここで、最後の一つ、これはここだね。やったー、キュアマカロン出来上がり。美人で気まぐれなお姉さん、琴澄ゆかり、キュアマカロンに変身。次へを押してみるよ。わ、プリントって押すとおみくじが印刷できるみたい。楽しそう。今度はキュアマカロンの難しい方のパズルにチャレンジ。うわー、パズルが壊されちゃった。バラバラになっちゃったよ。元に戻していこう。これはここ。これはここだね。これはここかな。これはゆかりのお顔だ。ここ。これはここで、これはここだね。これはここかな。これはここ。これはここで、これはここだね。これはここで、これはここ。そして最後に一つ、これはここだ。キュアマカロン、出来上がり。もう一度難しい方のパズルに挑戦。今度は形がちょっとだけ違うね。パズルを元通りに組み合わせていくよ。いろんなピースがあるね。ではここかな。これはここかな。これはここで、これはどこかな。あ、これが違うのか。これか。ここだね。やっぱり今回のパズルはちょっと難しいね。これはここかな。これはここで、これはここだね。これはここと、これはここかな。だんだん分かってきたよ。これはキュアマカロンのお耳とお顔。これはキュアマカロンの体。
これがここで、そして、ゆかりのお目々に、最後の一つ、お口と。やったー！出来上がり！美しいキワマカロンとゆかりのパズル出来上がりだよ。やっぱりキワマカロンはとっても綺麗だね。難しいけど楽しかった。じゃあね、バイバーイ。楽しんでもらえて嬉しいわ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。